皆さんこんにちは、フルマスクです。今回ですね、こちらのコロニーサバイバルというゲームですね、こちらに挑戦していきたいと思います。で、あとこれアーリーアクセスなんですが、日本語ですね、そのまんま対応したので、早速ですね、遊んでみたいと思います。モンスターの数2倍とかあるんですね。まあ1倍でいいでしょう、まずわかんないんで通常モードでやってみましょう。おお完全マイクラじゃないですか。あ、でもすごいビジュアルは綺麗ですね。マイクラのすごい綺麗な感じになってる。どうしよう、コロニー。とりあえずマップとかはないのか。愛でいろいろ作る。ああ、これか。いった、矢筒。いろいろありますね、弓。これ本人は何もできないの、これ。ああ、これでエリアを。とりあえずどっか、ここら辺作っちゃうか。広いですもんね、この辺り。洞窟あるとこがいいのか。ちょっと見て回りましょうか。どんな風にワールドになってるのか。水辺とかあんのかな。なんかすぐにこう、壊したりはできないの。ああ、ここ水辺じゃないですか。ああ、取れた。こういう風に取れ。あっという間に取れんな。ははははは。ああ、なるほどですね。マイクラだな。あ、そこいいじゃないですか。山もあって。水辺もあって。これ入る、どうなんだ？水に入る音だ。砂浜ですね。ここいいな。人工物はないんでしょうね、これ。ここら辺木切っておいたら最高じゃないですか。後ろ山あるし、結構高い山だな。ここら辺に作ってみるか。とりあえずここに、もう夕暮れじゃないですか。置いてみるか。ここら辺に置いちゃっていいのかな？あー、そういうことか。これベッドが置けるわけですね。じゃあこれも置けるってことか。あ、これで、なるほど。これで住民が、寝てるし。なるほど、なるほど。そういうことか。これで、この人は林業者。なるほど。あ、エリアを指定すんのか。っていうか、夜になっちゃったんですけど。やばくないですか、これ。いますね、ゾンビが。これやばくないですか？とりあえず、こっち来るかな。いた！攻撃受けた。あ、撃てた、撃てた、撃てた。なるほど。とりあえずもう夜になっちゃった。早いですね、夜になるの。もっと、バンバンやんなきゃダメか、これ。出ますね。ぐにゃってなる。何も取れないのか。ちょっとマイクラよりか、刀身は、あれなんですね。1、2、3。微妙に7刀身ぐらいはあんのか、ちゃんと。ゾンビはまだそんな、来そうな感じではないので、てか、寝るのやめてほしいですね。働くように設定しなきゃいけないわけですね、この人たちを。作業場、こういうの必要じゃないですか。これを、これ作業人になったのか。もっとフリーベッド、ベッドがもっと必要なのか。なるほど、分かってきた。ちょっとこれ持っといて。勝手にもう始めてくれんだ、これで。じゃあ、ちょっとベッドを作るか。せめてなんか、ちゃんとしたところで寝てほしいな。これで、ベッドをいくつか置いて、どんどん作業員を雇っていくわけですね。
ベッド、そうそうそう、ベッドをいっぱい作ってわらか、あとはわら、ベッドを作ってもらって、あ、ベッドがいっぱいできた。これをふ並べて仲良く寝てもらおう。これで、あ、まだいける。ちょっと待って、募集。なるほど、これで募集できると。で、ちょっとまだ何も役が決まってないわけですね。バンバン作ってもらわなきゃダメだな。あ、もうベッドはもういらないベッドそんないらない。ちょっと待って、今は、なるほど、これ優先度になってくるのか。あー、ちょっとやってみるか。これで、あ、何人かなる？一人林業者、何すんだこれ。ちょっと様子、ああ、林業者ってそういうことか。木を植えてくるかちょっと待って、これいろいろ見た方がいいな。なるほど、じゃあこっちでやることは基本は家を作っていけばいいのか。あ、これよく考えてやんなきゃダメな感じだ。10×10 ぐらい。あ、これで畑を始めるわけですね。あー、なるほどなるほど、分かってきた。こっち側も 10×10 ぐらいで、なるほど、これで一人ずつやっていくわけですね。こう、別に木の近くじゃなくていいわけだ。こんな狭いところでやっててもしょうがないからな、この人。ここも 10×10 で、ちょっともう一回やり直したいな、これ。ちゃんと考えなきゃダメだ、これ。ちょっとですね、なんとなく分かったので、もう一回やり直しましょう。あ、いきなり、湖近くか。ここにしようかな。もう夕暮れ時なんですね。うん、ここ平らなんで、ここに作っちゃいましょうか。山とかもあるので、ここだいぶ広そうですよね。これに置いといて、まあ寝床はまだ地べたでいいでしょう、最初は。こういう形にして、まずは作業員1人目雇いましょう。募集、あ、いか、2人は来ないですよね、まだ。あー、やっぱ近くのやつをこう作るというか、職業になっていくわけですね。ストレージボックス、ここに置いとくか。かまども作ってくれる、まあ、これ後でいくらでも取れるんで。ストレージボックスですよねなとっかな。弓兵は必要だな。弓兵どっかに置いとかないといけませんね。こんぐらい並んで、まずは寝てもらって。あ、もういい、もういい、もういい、そんな作らなくていい。弓兵、守る弓兵必要ですね。このぐらいにしといて、はい、雇って弓ですね。そう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 、そこでちょっと待っててもらって、で、農業、農家をここら辺に。小麦が必要ですね。
これを、10マス分ますね。おお、打ってくれる打ってくれる。なるほど、これでやっていけるわけですね。素晴らしい。じゃあ一人雇っとくか。住民募集で、まあ寝ちゃいますけどね。次の日の朝頑張ってもらおう。ああいいですね。じゃあアーチャーは夜働いて昼間寝る感じなのかな。神殿っぽくなってきた。いいですね、農作業始めてる。ああまあこういう感じにして、あとでもうちょっとあげるか。ちょっともうちょっと木切っていきましょうか。しばらく自分の手で採取とかしなきゃダメですもんね。アーチャー寝ないんだ、ずっと。アーチャー寝ないんですね。外側にこうやっとくか。かなり使っちゃうけどすぐできるでしょ。これは囲いたいな。もうちょっと高くしようかな。特に重力とかはなさそうですね。うん。あ、やば。落下ダメージあるな。気をつけないと。このベッドを置く村人用の小さな家でも作ってあげるか。しょうがないんで。こっち側に作っておきますか。区画整理もしたいですけどね、ちゃんと。2マスぐらいの通路でいいかな。宿舎ですね。村人用の集団のタコ部屋作ってあげましょう。かまどとかこの中でもいいですよね。横幅もっとあってもいい気がしてきたな。ちょっと狭いな。で、あとはここに立てていけばいいですよね。窓もちょっと、もっと作れるようになるのかな、これ。やって、これ扉にしとくか。2マスあれば通れますね。村人は3人ですね、今のところ。まあ、こんだけ明るければいいでしょう。まあ、いっか。こんな感じでやって、2階も。物が増えたらやってこ。うん。あ、収穫してる。うん。収穫したのはどこにやってんだこれ。ちょっとこれクラフトはいいんで、ご飯を作ってもらおう。ここで焼いてもらおうかな。来ましたね。あれ、焼いてくれないの。あ、こっから取るの、もしかして。あー、そういうことか。じゃあいいや、そっちそっから取ってくんだ、資源を。なるほど。また無職にして。じゃあここだな。はい、これでご飯がバンバン焼けるんで、また人ですね、増やせますね。よし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 。あ、パン焼けてる。ってことはやっぱこの畑を大量に作る必要があるな。畑を作ろう。クラフトも重要なんですけど、ご飯がもっとないことにはダメですね。あ、置ける置ける置ける。
自分でもできんのか。やっぱ最初は手伝いというかやんなきゃダメですね。よし、まずは食料を安定して取っていかないと人が増やせないですね。そっからだな。まずは農場を安定させよう。全部10埋ますのを内側も勝手に生えてくるのかな。こんな感じにして種はまだまだちょうどこれでほとんど使い切る形かな。枯れたりすんのかなこれ。よし、あと100個。松明とか掘らなきゃダメだな。あ、ゾンビが来た。でもこっちで撃っても一緒なんですよね。撃っちゃうか。はい。そっか、広くなるとやっぱりいろんなところにアーチャーが必要になってきますね。あ、間違えた。よし。これでほとんど植えましたね。3人寝てんな。野宿ですね。何人ぐらい村人増やせんだろう。でかくしたいですよね、せっかくだから。まあいいや、とりあえずはこんな形でいっか。よし、タコ部屋がもうちょっとでできる。でこっち側はこっち側で作業してもらわなきゃいけないですけど、とりあえず坑道を作って松明の火だけでも増やしたいですよね。タコ部屋のこっから直に坑道行けるようにするか。すぐ働けるように、そうしよう。こっからタコ部屋からですね、迎えるようにしましょう。それで入ってこう。これ行動になるわけですよね、多分。こういうやり方でいいのかな。なんか一番深いとこにやれって書いてあった気がするんですよね。世界の最も深いところ。あー、掘らなきゃいけないんだ。じゃあやっぱりこっち側で一番深いとこまで行ってそこで広げる形だ。あ、これだ。来ましたね、一番深いところ。ここに、あー、ほんとだ、ここに置ける。なるほど、じゃあここにバーッと作んなきゃダメだ。こっからさらに深いとこ掘っていくってことなのかな。ああ、鉱石出てるじゃないですか。これを取っていくのか。パンがなかなか収穫時期になんないですね。早く次の住民雇って作業してもらいたいな。もしかしてもう出来上がってんじゃないかな、最初の。これ、上がるの大変だな。おー、育った育った。これで刈り入れができますね。これが成長しきった状態か。これでお仕事増えるでしょう。で、住民増やして、やっていけばいいか。2人ぐらい増やしたいな。